待って、これ本物、これ俺の知ってるあいつ、なんかめっちゃ視聴者から「ゆうにはおられました」って DM 来るんだけどさ、画像付きで。うわ、本物なのか、 あいつだ、ガチモンだ、あの憎たらしい煽り、隙あらば一瞬でも差し込んでくる。お前まだ煽りやってんのかよ、去年俺成敗したのに。また痛み見せてやるか、悪夢の再現。おい、そのピクピク腹立つからやめろマジで、こいつの煽り本当に腹立つ。心の底から人を心底バカにしてんのがわかる。もううっぜえなこれは、こいつ腹立つ。もうマジでぶっ潰す。もうなんで、はこいつまた、もううぜえ、本当にバカにしてる、死ね、くたばれや。財布こすって、こすることしかできねえ、脳なしの脳なし財布バカのくせによ。もうはもう始まったわ、もうまたこれかよ、やめろや、もうこれさ、どう、もううぜ、おいマジ、なめぶしやげよかったって後悔すっからな、マジは、お前どんだけ言われて早いの、どんだけ必死なの、もうチンギョが必死にガチャ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 一生懸命レバガチャしてるところが想像できて滑稽だわ。俺こっから勝つからね、普通に。早だし分かってんだよ、氷の、もう、てめえさ、こっちに回避してくる確率 2%。 え、なんで、もうしょうもねえ、それしかできねえの、もうマジでぶっ潰す。もう救急車も来てるよ、てめえの救急車だよ、俺呼んどいたから。あー、もう来た、やばい、もう来い来い来い、あー、もうこいつバレてんのかよ、ゴケバレのくせに対策すんな、やばい、あー、もうくすったれ、そのままガード割れ、もう腹立つなこいつマジで、やばいやばい、ちょ待って、マジでこんなゴミにパーフェクトゲームされたら俺二度とスマブラできねえ。よしよしよし、こっから始めるぞ、無理、やべ、ミスった、はっ、こいついちいち、まあ、こいつまたなめぶしようとすんな、もうこれ完全に回避を見逃したスマホールドバレてるわ。いや、とりあえず1スト落とせば全然ある。あー、やばい、あー、お前さ、こんなことして人生楽しい、マジスマブラで勝てなくても俺の方がよっぽど楽しい人生送ってるわ、彼女もいるし。え、ちょっと待って、何これ、え、何、何もできないんだけどこれ、おー、何これ、ねえ、どうすんの、やめろや、もうコントローラーぶん投げて勝手にやってろや、もう俺飲み物取ってくる、せんだよ、アズラミシュランウィンズ。
終わった？終わったのね。はいはい、全然見てなかったよ。うぜえ、マジストレスがやばい。激そう。なんだこいつ、動かねえんだけど。うわ、つられた。聞こえて使ってんじゃねえよ。もうこれこうなったらマジゴミは無理なんだけど、どうすんだよこれ。もうやられるがまま。お前今の即死しなかった時点で、あ、これダメだ。くっそ、もう完全に乗せられてる。ちょ、落ち着こう、冷静に行こう。切れちゃダメだ。去年とかマジでああいうところでブチ切れて俺ボコられてるからね。もうお前財布しかしねえな、本当に。お前らって、お前らゴキブリ族ってみんな壊れた財布マシンと貸すよな。あー、やばい。いや、もうこれだからやめろや。もうそれやめろ。もう本当に腹立つ。味なめんのも大概にせえ。こいつはマジチーユーが、まあ、こっから負けたら本当にもうスマブラ引退もんだからな。マジで恥ずかしいよ。こんだけ舐めぶしたあげく 269% も食らっといて負けたらマジでゴミだよ。笑い者よ本当に。みんなからの世間の笑い者になるからね。ちょ、集中するわ。あ、勝てる勝てる、全然いける。このだけで殺す。くっそ、あ、焦ってる焦ってる、あいつ焦ってるよ。バカが、おめえ、俺を仕留めなかったことがお前の敗因だわ。ここで借ります。そのクロス一部。えは、え、俺負けてんだけど。え、なんでなんでなんで、マジで意味わかんねえ。さっきの俺勝ってただろ。何あれ、バグ。で、最悪もうバグかなんかで勝利1個取りこぼしたわ。でもこいつぶっちゃけ勝てるんだよ。俺がぶち切れて冷静さを失わなければ絶対勝てる。こいつに毎回負けよりよって、俺がぶち切れて下スマとか振り出してその後付き叶えてるだけであって、普通に俺がいつも通り冷静なスマブラ、自分のスマブラできてたらこんなやつに負けないから。くっそ、こいつ1ストメやね。もう倒しに来るんだよ全力で。もうお前のデータぶっちゃけ取れてんだよ。とりあえずこいつは1ストメは全力で取りに来て、そっくり差が開いてくると調子に乗ってナメプとか押し出す小心者のチー牛なんだよ。採用 152% 発注発送のクロス。一番得意なんだ。いいよ、リードしてても調子乗らない、怒らない、ブチ切れない。実力は五分か、俺の方が上。俺がブチ切れないでいつものスマブラしてたら勝てんだよ。 206% 対 65%。ナメプじゃなくて素でバナになってるね。図が高い。そのまま立ている姿で思い知らせ、お前たちの敗北は絶対だ。はい、勝ちが確定が確定していく。ちょ、やばいんじゃないのお前。あんだけ煽っといて、あんだけ煽っといて負けちゃうの。お前スマブラで俺に負けたらもう俺に勝てるもん何もなくなるよ。プライベートだって俺リア充で充実してるし、彼女もいるし、現にこの間彼女誕生日だったから誕生日会してきたし、焼肉で。彼女が誕生日焼肉食いたいって言うから牛角行って、そしたら彼女がなんかあの4980円くらいのプレミアムコースみたいなやつも食べ放題頼みたいって言ったから、いやそれはちょっと無理っつってね、2980円くらいの一番安いコースの食べ放題食べてきたんだけど、それで店員さんに今日彼女誕生日なんで写真撮ってくださいって言ったら、あ、いいですよ、おめでとうございますっつってめっちゃいい感じの接客してくれたんだけど、でそのね、その時に撮った写真が俺も彼女もいい感じにもらってたから、あの彼女にね、これ X に、せ X に投稿していいって聞いたら、いやちょっと私の顔は隠してって言われたから、まああの彼女の顔は特に隠さずにね、そのままその写真をせ X をインスタグラムにフォローしてくれてるとゲッテでアップしたら、その投稿がめちゃくちゃ、は話させろや。はい、勝ったんでね、こっからは成敗タイムといこうかね。言ったでしょ、俺がぶち切れなければ勝てるって。もう完全に冷静さを取り戻した。あ、大丈夫大丈夫、うん、生きてただけラッキー。死ななきゃ安い、死なばもろとも、それが俺のモットー。大丈夫、全然大丈夫だよ。こっちに回避してくるか。ちょっと食べ過ぎた、今分かってたのに、もうデータ取れてきてんのに。あ、やばい、これちょっととりあえず一旦上投げで 63% 対 93%。
ね、なんで掴めないの今。もうだから分かってんのに。はこいつまたやってる。はい割っていく。もうマジできつい。ふっ、普通に横スマすればよかった。普通に横スマすればよかった。もう最悪だ。普通にちょっと今回俺のミス。もうこいつも俺だし、調子乗って俺がただミスってリードしてるだけなのに。もうまた始まった。もうねえ、もう俺このまた飲み物取りに行っていい？なんか解放されたけど完全にバカにしてる。もうもうまたこれさ、お前さ、親にどんな教育受けてきたんだよ。どんな教育受けたらこんなゴミに育つの人間が。お前の親の顔見せてくれ俺に。あ、もうやばいやばいやばい、ちょ本当におかしくなりそう。久しぶりにここまでブチ切れた。いい加減にしろよ。はい、ちょっと今すげえ死ぬほどイライラしてるんで特に何も語ることはありません。まだチャンネル登録と高評価まだの人は今のうちにしておいてください。あとコメントとね、概要欄からX とInstagramのフォローもお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。